ば、皆さんもお疲れ様です。火曜日お疲れ様でした。はい、私もおフラゲしました。ネットでとあのネットで頼んでる劇場版がね、今日は届かないみたいってことが分かったので、今ママがお店まで行って買ってきてくれました。まずはタイプ A からママは買ってきてくれましたね。劇場版明日の方が多いみたいね。あ、でももうゲット届いたよって方もいらっしゃるんですけど、そう、ユニバーサルミュージックだとの方は明日の方が多いみたい。うちも明日みたいでね、今日かなと思ったら届かなさそうだったので、ママは買ってきてくれました、急いで。じゃん、タイプ A です。あれ、ジャケ写は OK か。んジャケ写出てるよね、うん、うん、タイプ A です。他のタイプ B とタイプ C はエビツタさんとタワレコさんにさ直接行って回って買いたいんですよ。皆さんは行く方が多いんじゃないかな。あやねもあのパネル展とか見たいしさ、メンバー紹介のボードもエビツタさん新しくなったみたいで、今度こそサインかけたらいいなって思うので、それは直接行って買おうと思ってます。なので早速開封したいと思います。わかる？そう、あやねもお店回っ、そうそう、聖地巡礼パネル巡りしたいんだよねだから B と C はその2店舗直接行って買いますおただまし、そう、皆さんと同じ気持ち、回って買って回るってよくないですか。いろんな店行って、だって生写真もいろんな方のゲットできるし。私は HMV タイプ A 特典のジオンさんが、まずはこれはあのランダムじゃなくて特典で必ずついてくるやつです。じゃーん、ジオンさんです。うん、ね、リポストしてたね、珍しくダブルサストありがとうございます。こんばんは。では今から開封、ちょ、まだ早いか、開始4分まだ早い。タイプ A なのでチーム N さんのチーム曲が入ってます。どんな曲なんだろう、これが超楽しみ。でもあれね、明日あれだね、 N さん以外のチーム曲は CD で聴くより先に Apple Music で聴くかな、多分。え、今聴いたらいい？え、そうじゃないか、 N 以外の話。そう、朝一リンゴミュージックで聴きたいと思います。え、サブスクも同じ時に解禁されるのかな、もしかしてサブスクはまだとかそういう感じ、わかんない。わあ、お仕事大変な日、頑張れお仕事、頑張れ。ランダムのよしみん出てるの、もう、あら、どこかで見れるの。皆さんはもう開封してるの、してるのかな。外壁フラッシュめっちゃいいよねめっちゃ良くない？あ、でもソフトコンフラッシュこんないいんだと思って、画質、先輩の写真ってなんであんなに画質いいんだろうと思ったら、外壁フラッシュなのかな、めっちゃ画質良くてびっくりした。ダブルソフトありがとうございますね。 MV めっちゃ楽しみ、今日の12時ですよね。もうめっちゃ超楽しみなんだけど、え、明日が発売日、明日の12時か、0時00分だよね。めっちゃ楽しみなんだけど。あ、モアメ変身ありがとうございます。おおー、皆さんももう生写真開封してるんですね。朝食べた、いいね朝ダブルソフト、いいね。これが明日発売。あ、ちなみにあれですね、上新さんではメンバー全員の生写真、サイン入り生写真が展示されてる、そう、展示されてて、ランダムでメンバー誰かの生写真がもらえるみたいなので、
ぜひ見に行ってみてください。私の生写真も展示していただいてますね。夏のディスティネーションめっちゃ気になりますよね。そう、ちなみにこれタイプ A だから N の3のが入ってる。あ、外れ、残念残念、外れ残念。あ、かき氷いいな、いいねいいね、かき氷早いね。かき氷始めました、5月にして外れ残念。あ、新幹線コーヒー飲んだ、美味しかったですか。あれ美味しくてびっくりした、めっちゃ。お、頑張れ。あ、上心で、そうなんですね。3日連続外れ、残念残念、3日連続つらいね。 CD これどんな MV なのかめっちゃ楽しみ。ムービーも入ってるみたいですね。お、抹茶ストロベリーのカスタム飲んだ。おー、ありがとうございます。あれのカスタムかな、美味しいよね、めっちゃ。あれ本当に美味しすぎてびっくりした。二人でもう言葉を失ったもん。ご褒美にって言って、そう、あの歌唱力の収録と、まあ、日々二人ともあのご褒美にって言って、そうね、MV は入ってないんですけど、他のなんかプロモーションムービーが入ってるみたいです。そう、二人でご褒美に飲んだらもう美味しすぎてね、二人して言葉失ったこんな感じだった。本当に一口飲んで二人ともこうだった、美味しすぎてそう、プチダイエットのご褒美にと、一日収録お疲れ様のご褒美ね。ね、今度こそ研究生曲欲しかったな、欲しかった。どんな感じなんだろう。じゃあ生写真開封しようかな。ドキドキ。お、片揚げポテト、いいな、いいねいいね、美味しいよね片揚げポテトね。そう、 MV 解禁です、見ようね。あの、見ながらツイートする。レイポン出てきたな、レイポンだってやほやほー。生写真では開封したいと思います。そう、全員曲もあります。全員曲は劇場版にも入ってるんですよ。あ、鉄砲隊、確かに久しぶりにね。では行きます。でんでんでん、まずは今日はタイプ A をママが買ってきてくれました、はい、タイプ B、 ディスティネーションがどうしても気になって、ディスティネーションね。タイプ B とタイプ C はあのエビツタさんとタワレコさん回って、え、それめっちゃ楽しみ、回るの超楽しみ、楽しそう単なるファン1や、そう本当に。え、ねえ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 、まず裏側ね、裏側裏側緑なんだ、見せれないけどすごいいい感じ。へえ、よしみやねって入ってる。おお、嬉しい、ね、休憩研究生で、すごいめっちゃなんかエモい写真が散らすね。いきます、でん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 、え、すごい、めっちゃ学校って感じだ。いきます、でん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 、お、お、リサさんだ。あ、見せていいやつ、リサさんだ、かわいい、リサさんが出てきました、サインもらおう。全然リサちゃん、ね、あ、そうだっけ、うん、あ、ほんとだ、前回のリサさんも持ってるわ。なんかダンの時はミキーさんにサインもらってましたね。の、これはタイプ C か、 B2 さんが入ってから、渚最高もリサさん、ほらパチ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 、すごいリサさん率高め、あ、すごい。じゃあリサさんね、 CD の内側めっちゃいい感じだった、びっくりびっくり。
そう、サインもらえるもらいたいと思います。パチパチパチ、リサさんが出てきました。でも今日画面なんかちょっと変わってない？うん、色がそう、うん、確かなんか白いね今日、うん、じゃん、リサさんとリサさんね。今回の封入写真は白青なんだね。あ、違うわ、白青だ。サイン書きました、そういえばサイン書いたわ。白青です。そう、これはでも HMV さん特典です。じゃーん、リサさんかわいい。え、めっちゃ髪の毛伸びてる。うまいね。このリサさんの、渚最高のリサさんと白青の今回のあのなんだっけ、これが愛なのかのリサさん比べると髪の毛がめっちゃ伸びてる。リサさんかわいい。いやー、これやっぱいっぱい弾きたくなっちゃうね。皆さんも何が出たか教えてください。また、そう、チーム曲あ、聞こうかな。じゃあチーム曲聞きますか。夏のです。ちょっとこのディスティネーションね、うん、音を消して一緒で聞くのか自分一人で先に聞くのかだね。いや、ヘッドなんで。あ、そういうこと。うん、あー、こっちをミュートにして、でもこっちミュートにしたらサイネの反応も聞こえなくなっちゃうから。じゃあどうぞ。じゃあヘッドホンで聞きたいと思いますなかなかレアじゃないこれ、ゲーム配信、ね、初めてさ聞く様子、はい、こうさ、あ、ちょっとちょっと、はいはい、おちょっと気をつけてるよ。これでもういっぱいいっぱいです。あ、逆だ、こっちから、こっちから、いっぱいいっぱい、こっちから、こっちから、うん、ちょっと飛んでるね、はい、ね、今ね、すごい、初めて媒体っていうのが、ね、あの全員曲の NOW とチーム N さんのチーム曲のデス夏のデスティネーション聞きたかったを今ここで初めて聞いてみたいと思います。N さんは多分知ってると思うけど、はい、あ、でもあの NOW はさすがに全曲だから知ってるけど、あの完成版は聞いてないから、デモ音源しか聞いてないからさ、全員版どんな感じか気になる、はい、じゃあ NOW からいきますね。あれの声聞こえるかなこれね、デスティネーションってどういう意味なのかな。聞くか、あのあれなんですよね、ピアノの部屋に CD 聞くやつあるんですけども、パソコンの外付けも、ワクワク、初めて聞きます今から。皆さんもう聞いたよって方いますか。あ、ナウいい曲、おー、ナウはでもね収録したから、ディスティネーション目的とか、そうなんや、うん、ですよね。行き先、あ、渚最高の時は届け先と、今これが愛なのかが流れてますか。あれなんや、あっちチーム祭り、これが愛なのかが流れてます。流れてないよ。え、あっちチーム祭りの DVD とか入ってたんは、いや、あら、つぼみたち、そういえば見たな、渚最高で。あら、え、なんで音出てない。うん、出てない。あら、貸して、オンになってるけど、あら、あ、ごめんごめん、消してたわちょっと音ちょっと怖いから話しとこう。出ましたか。えー、夏って感じ。そうなんや、出たよね音。え、出てないもう聞いた方もいらっしゃるんですね。ミックスソフトありがとうございます。こんばんにゃ。どんな曲なんやろ。ちょっとこっちなんで、ちょっと待ってよ、機材トラブルです機材トラブルっていうゲームのハートありがとうございます。なんで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 機械音痴が出てるのっていやいやいや、パソコンでどうやって聞くのこれ。マイクでしょ、マイク、ヘッドホンの方で刺すのでしょ。はい、いいですか。フーとかしたらそんな来た、来てない、貸して、なんで貸して貸して、パソコン、あ、でも機械音痴じゃないからね。じ
やそもそもこの今のパソコンってさ外付けのハードディスクのやつじゃないと。ちょっと待ってな。じゃこのコードがさややこしいから。なんか倒したりとかして色に映さないでよ。ああ危ない危ない。はい。今流れてるはずなんだけどね。はい。マウス。ヘッドホン選択してるしな。じゃあこっちの音をミュートにして聞きましょうか。あ、そうそう、CD ドライブね。いや、音は流れてるんですよ。でもヘッドホンつけたらならなくなっちゃった。サウンドの設定から出力デバイスの設定。ヘッドホンはな、同じヘッドホンを選択してるんだけど、ヘッドホンがあかんのかな、それ。いや、もうね、音は出てるんですよ。ヘッドホンを使うと流れなくなっちゃう。いや、あー、違うヘッドホンを選択してる。ヘッドセットになってない。うん、マイヘッドホンって書いてる。消音にして2人で聞いてください。そうしよう。仲良くね。あれの反応声聞こえへんやん。仲良くね。じゃあそうしよう。はい、消音にして2人で聞きましょう。じゃあ消音にします。始まります。
止めないとまた音出る。めっちゃいい曲。めっちゃ良かったです。聞きました。今 Now の1サビまでと夏のディスティネーション、はい、めっちゃいいですね。めっちゃいい。どっちも夏のディスティネーションは途中はあの声聞いてこの人の歌わりかなっていうのを予想してました。めっちゃ声が分かる感じやったね。一人かな分からんけどめっちゃね、あゆかたんの声やみたいな、あまなみんの声やと思ってました。すごいねこの曲。いいね。めっちゃいい。めっちゃ好きです。夏のデスティネーション作曲も作詞もいいね。そのあんは自分の歌わり聞いてましたね。めっちゃいい曲ですな。はい、ぜひ買いましょう。 M と B2 さんの曲も楽しみですね、うん、青春ジャンプとヘドバンタイム、はい、順番に早く聞きたい。もう聞いてください。あ、一緒に聞いてた。いいねいいね。めっちゃいいですな。めっちゃいいです。メロディー、あとなんか今めっちゃ聞きたい。サビもちょっといいですね。なんか9月の上旬ぐらいに聞きたい感じの曲です、うん、ね、Now はライブで歌いたい。ヘイってね。そう、めっちゃいい。夏の終わりって感じ。うん、めっちゃいいめっちゃいい。あんまり言えないけどめっちゃ泣きそうやな。なんかメロディーもすごい。めっちゃいい。昭和世代にも刺さりますね。ジンクスとはガラッと変わって歌詞が昭和世代に刺さる感じ、はい、よかったですね。リンゴミュージック解禁されたらもう一回聴きたいと思います。 M さんと B2 さんも聴きたいと思います。夏の終わりっぽいよね。そう、夏の終わりっぽいよね。せやね、いろんななんかちょっと固有名詞っぽいのも出てくるからめっちゃいい何の曲に出るかな。 NNB やとパッと思いつかないけど、あんまりないかもしれない。そうかな。お、中によしみの写真。おー、ありがとうございます。そう、無音にしてあのフラゲの曲を聴いてました。めっちゃいいですぜひ聞いてください。これが愛なのか。明日発売、今日の12時00分 MV 公開です。ぜひ一緒に見ましょう。13位、ウーカメイの箱石さん、ありがとうございます。12位ヨシ君、ありがとうございます。11位バンチョさん、ありがとうございます。11位、13位ウーカメイの箱石さん、ありがとうございます。12位ヨシ君、ありがとうございます。パチ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 。11位バンチャさん、ありがとうございます。10位サカさん、ありがとうございます。9位チャビさん、ありがとうございます。8位コバトンさん、ありがとうございます。7位水族館さん、ありがとうございます。6位まゆさん、ありがとうございます。パチパチパチ。5位アサガさん、ありがとうございます。4位ヨンさん、ありがとうございます。そして3位はデキ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 デン F さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はデキ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 デンヨンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はデキ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 デンマキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 。プラリアに旧規制の生写真っていうか全員分のランダムであのもらえるんですよね。うん、ありがとうございました。明日の配信はまたお知らせします。また遊びに来てください。 Twitter とショールームと、TikTok のフォローよろしくお願いします。お願いします。また明日お待ちしてます。それでは次の配信も来てくれるかな。またねー、おやすみなさーい。またねー。